記録荘園研究所は、平安時代の荘園調査機関、両下館の一つ、略して記録所という、1069年、御三条天皇の発布した、遠急の荘園整リレーの実施に伴い設置された。反石管家的な源の協調、学者の大江マサ沙羅が起用された。主な業務は不正荘園の調査、摘発、 書類不備の荘園の募集などを行った。五三条の死後には消滅し、1111 11年、1156年にも設置されたが、後白河法によって院長に吸収される。1187年、訴訟や儀式の遂行に関する業務も含めた形で復興される。この時の記録書は内乱求条堅実の管轄下に置かれて、苦行の尋常に匹敵する。 発言力が与えられた。だが、これも、後鳥羽上皇の陰性開始とともにその院長に吸収されていくことになる。後に、後佐賀天皇の時代に、再受けされてからは常設化され、1293年には、伏見天皇が特性推進の機関として充実化させた。これによってその権限が拡大され、記録書の職員を6班に分けて、自社、公務、 所領争いなど、訴訟の分野ごとに担当する日付や班が定められた。鎌倉時代の1321年に、後宇田法王に代わり、申請を開始した後醍醐天皇は記録書を再考する。1333年に鎌倉幕府が滅亡すると、後醍醐は、兼務の申請を開始して八章の外に記録書を設置して、兼務政権における最高政務機関とし、 重要審議を処理させた。兼務機によれば、兼務政権下、国家の最高政務機関として再考された記録書の兼務2年3月17日時点での構成員は以下の21人。内訳としては、以上のように価格を問わずに、官僚17人、有識者2人、経済人2人で構成されている。兼務政権下では何よりも、 実務能力が最重視されていた証であり、21世紀初頭現在の中世法政史研究では、この点を高評価する傾向にある。ありがとうございます。